はい、西多摩新選組チャンネルでございます。日時はですね、2024年、2月の今日は25日でございます。はい、今来ているところは、東京都青梅市の、長渕地区に来ております。はい、今映っているところはですね、今大人気のですね、ドラマ、隣のナースエイド、隣のナースエイドでですね、こちら、東京都青梅市にある、岩波建設株式会社が使われました。はい、設定としてはですね、夏目がかつて経理の仕事をしていた空の製薬会社というね、設定でございます。経理部の同僚のリサを親友だと思っていた夏目はリサの横領に気づき辞めるように忠告。しかしリサは上司とできていて、横領も2人でやっていたということでございました。2人は共謀して夏目が横領をしていたかのように書類を改ざんし、夏目が会社を辞めるように仕向けましたというですね、設定で、こちら岩波建設のですね、事務所が使われたということが分かりました。はい、出演されていたですね、女優さんもどうやらこちらの方に来ていたのではないかという情報も私細谷キャッチいたしました。はい、ドラマの設定では製薬会社に勤めていた経理部の同僚リサがですね、横領をしていたという設定でございましたけども、岩波建設さんはですね、まさかそんなことないですよね。はい、また新しい情報等がですね、出ましたら私のね、動画にて発表したいと思います。現場からは以上でございます。西多摩新選組細谷秀明のチャンネルでございました。